せていただきます。よろしくお願いいたします。ワクワクすんな。さあ準備 OK。 獣道第2幕、小川里対マシャモカイ、いってみましょう。さあそれではここからはマチャボーバスとか見ていきましょう。はい。さあじゃあ多分ギルティ初めて見る方もいらっしゃると思いますので、まあ、簡単にゲームを、ね、まあ、ね、まあ、大体見てるとは思うんですけど、はい、まあ、一応超かいつまんで言うと、はい、タイはあの飛び道具と無敵技と突進技があって、はいはい、さらに中段の靴も持ってて、まあ、あの割とどの距離でも戦える、まあ何でもできると。そうですね、ハイスタンダードなキャラですね。で対する、はい、小川の使う座は、はい、置き攻めが特に強力で、はい、分身を出した時、これですね、このエディを使った波状攻撃が非常に得意なキャラクターとなっております。はい、さあ、まあ、攻める小川と対応するマシャボーかなみたいな感じで見てもらえればいいと思いますね。さあここゲージ入って無理やり攻めていく。さあ雨足伸びるはダウンマス投げられない。これはいけるのか。まずは小川個人的にはこの組み合わせ、その序盤にオアが取れたら、はい、結構後半までもつれるんじゃないかなと。そうですね、いう感じですね。さあここは無理やり食らい逃げ。さあこの分身一回壊されると、そのしばらく我慢しなきゃいけないですね、はい、そうですね。左下のテンションゲージの上の、はい、エディゲージというのがあって、そこが赤い時は、はい、まあ、ピンチな時だと思ってくれればいいと思います、はい、ありがとうございます。さあここですね、さあ2択をかけていくマジャボー、セークリットエッジで決めて、これで1対1ですね。さあ開幕両者走っていく気持ちが入っている確かにさあここは小川が触っているが、うまくやばい、空中スタンで V 射壊させない。さあここは足払い、さあイースグルデッドアングル、あそこゲージ使わせたのいいですね。そうですね、さあ無理やり3人行く。さあここはまだどちらもチャンスが来ないか、引き出してここはリスク軽減。さあ伸びる潰す、ダッシュ試合が入る、強気に行く。さあシャガイス、ここはアイジオーケー、うますぎる、素晴らしい判断。さあ飛んで追いかけるマチャボー、コンボを決めて空中投げ。さあターンが来た、さあ崩して、さあ追いついて、ここは倒しに行きたいと浮遊している。セーバーハーガーだって、ここまだまだ。さあただゲージがない、挟んで挟んで挟んで、おお驚異の粘り一試合目から熱いな、いきなり投撃2000球 の準決勝を追い出すような放出、ね、させるようなあのエディの潜りが最後の。そうですね、あそこの空中スタンですよね。そうですね、空中スタンをそこにはエディはいないよっていう潜り方が、はい、でも今あの俺お互いに聞いてた応酬が結構あったんですけど、なるほど、もうちょっと後半ですねやばい、はい、お互い勉強しすぎてる。1試合目から展開が、やっぱりゲージがすごい重要な。そうですね、ゲーム性なので、やっぱあそこでデッドアングルで 50% 剥がしたのが本当に大きかったですね、はい、テンションゲージのその配分が本当にこの組み合わせは重要になってくるんで、はい、あとはバーストですね、はい。さあここは暗い逃げ、さあジャンハイカウンター、シャガハイはハロージェ2段アップで飛んでいる。さあ追いかける、小川が捕まえる。さあこれはダウンを取って回収、もう一回消化して2択上げ段ギャラリー、ここはカットですね。そうですね、さあこれしばらく本体でしか戦えないだと。さあブリッツして、今のリスク軽減、伸びるはやばいですね。さあここはバースト食らってしまう、珍しいですね。さあマチャボ、ここは追いかける前、カウンター。さあ状況重視でコンボにはいかないで、そのまま置き詰めを選択、つながっていない、全部が外して有利フレームからのダッシュ投げ。こんなに顔できんだな、すごいな。いや今のかなりいい判断でしたね。そうですよ、もう
よちゃんとあの人間の戦いにしてきてますね。そうですね。さあ両者対策は十分。さあ何を取る。さあここはまあとりあえずもう分身さえ壊せればいいだろうというデーパーですね。さあロマキャン取れるヒット、これはハングル警戒していた。さあタレがほぼ5分。さあ一旦分身を回収、空中投げ。さあチャージキャン食らってしまった。バーストここで使う。まあ使わざるを得ないですね。そうですね。さあここはブレイクダウン出てきて投げから、ドリルに円安が飛んでくる。さあこれで1対1。もう今の間で一瞬回ってますね、読み合い。あ、対策が。はい。いやーこれはいい滑り出しですね。獣道的にはかなりどっちもかなり動けてるなっていう感じですよね。と今回そのいろいろ聞いたんですけど、プレイヤーとかにも、だいたいそのどっちが勝ちますかって聞くと、お金頑張ってほしいっていう紹介じゃなくて気持ちの話になってる。そうですね、そういうことに返ってくるので、今日結構応援した方多いんじゃないかなと。なるほど。さあここ対空、空中投げ、バックステガリ。しかしこの受け身ジャンプ系からターンが入れ替わる。さあ立ちハイドリル、時間を稼いでドリル、バックステップ演奏化していく。さあエースに伸びる。さあ伸びる。さあからのとりあえずアモルファス。さあこれゲージがなくなってしまったぞ。さあマッチアップが攻める浮遊シール。さあ今の重ならない判断素晴らしいですね。ダイエンスドリルまでしか直下してロマキャン。さあ時間を稼ぐ、伸びるカウンター。わざわざギャラリー妥協がないですね。そうですね。さあ小川がリードしてラウンド2。さあ引きずり下ろしに行く。結構その浮遊を使って結構あの横の殴り合いはザトガがリスクを負わなきゃいけないんで、はい、やっぱ上でやった方がまあいいですね、安牌かなと。さあ当然そこはもう魔女がもう分かってるんで、はい、まあ、そこどうするかと。さあこれ投げが通る。これは期待値が高いぞ。さあ2択ゲージを入って切り返していく。マッチャボー素晴らしいガード。冬2択中断ちょっと9時くらい。さあターンが入れ替わる。亀足。さあ様子見から直撃が空中投げ素晴らしい対応。さあ伸びる潰して、さあマッチアップのターン、まだ決まらない。社外機関最後は遠距離です。さあこれで1対1。あれガードするコツあるんですか。あんなにガードできる。多分ファジーはしてると思うんですけど。いやファジーはしてますね。それでも多分厳しいですね。やっぱりファジー潰しもあるので。さあここはとりあえず安全に走が逃げないが逃がさない。マチャボ対空からダメージを取っていく。空中投げフォローが速い。さあこれザトゼン空中くらいならそうですね、そんなにリスクないですからね。さあここはバースト使っていく。キャンフォローして伸びれ潰してドリルが当たらない。さあマチャボーが取ってこれで 1-2 ですね。マチャボーは1セットリード。結構小川の狙いを、はい、結構掴んできてる感はあります、ね、なるほど、うん、対応しつつあると。あとその分身がなかなか召喚できてないですね。やっぱりそうです、ね、うまく潰してますよね。スタイチあとはい、マチャボが攻めた時に、はい、小川が対してやってくる行動があるんですけど、はい、それに対するフォローもしてますね。今もう折り込み済みでやってます。さあ4セット目円安3杯カウンターとつながる。さあこれが非常にでかい。今のコンボハンターはかなりうまかったですね。さあこれ直がしたんですが小川が捕まえる。さあしかしマチャボーがダウンを取ってダッシュしゃがみ方ね確認している。マジかうますぎる。これ倒せるんじゃないか。空投げでフォロー早い早いですね。しっかりしてますね。さあマッチャーボーは本当にその空中投げの精度高いですからね。さあダッシュ車が入り、ここは最速でバースを使っていく。
射中距離。さあこのしゃがみ配したら、タイガーのしゃがみ配したらくぐってよく冬通したいですよね。そうですね、まあできる限りギリギリの前で冬で触りに行くっていう形に、はい、したいなと。タイガーの突き上げてるやつを、はい、なるべく空振らせる、はい。さあそれここで崩したんですが、エディゲージがなくなっているんですが、関係ないか。関係ないです。さあドリル重ねて、もうダメージを取れば OK。 召喚もうバーストもテンションゲージもなかったんで、そうですね、削れると。さあ小川も空中投げ。さあターンが来るか、ドリル重ねて、ここは奥田でしょうか。徳川からかも、いやーマジか。この判断はまずい。さすがにバスト、あれでもバスト通さないと終わってましたね。さあバストして、さあチャージバルシーも、なんで守れるんだ、なんで守れるのかっていう今の。さあこの佐藤の分身の操作っていうのは、はい、どうなってるんですか。ボタンを離すと、はい、佐藤が、あのエディが攻撃するっていう、はい、でレバー の斜め下で前後移動ですね、はい、ああ、その場で本体が動かないで動かしたいなら、そうですね、まあ、斜め入れでやると。一緒に動くんだったら真横とか入れるんですけど、はい、その辺の判断が、まあ、秀逸ですね今のかね。ありがとうございます。さあそしてここはデッドアングル読んでいる。さあ本当に苦しくなるとどうしてもやっぱりデッドアングル 50% 使って切り返したくなりますからね。今のはテンションゲージ 50% 使ってなんとか、まあ、どっちか壊せれば、まあ、壊せたんですけど、それじゃダメだよっていうような。そうですね。梅原さんどうですかここまで見て。いやとりあえずお互いなかなか死なないから1試合がすげえ長い。あ、そうですね。粘る、本当に5秒ぐらい捕まえて走り倒すっていう展開がないですからね、まだ。 それだけその佐藤で捕まえてもやっぱりその1回崩すまでが難しいですからね。まああと今回、はい、そのお互い詰めてきたところって、はい、防御なんですよ。なるほど、なるほど。ものすごくお互い防御の詰め方を、それこそ技一個ガードするガードの仕方、ああなるほど、そのいくつか用意しとくと、はい、っていうところもこのタイミングでフォルトするとか、はい、このタイミングで、さあここは他のバースト読み、いやーさすがに出しっぱなし、ね、そうですね。さあここは降りてきたところを潰していく。さあジャンプに重ねて、小川我慢する、飛びが通る、カウンターヒット。さあライドを使って無理やり切り返していく。さあロマキャンはしていないのでかなり安全に逃げましたね。ちょっとうまいこと捕まえる、伸びが当たらない。さあまだ決まらないが、小川前でロマキャン逃がさない、しゃがみハイスラー。あそこ本当はねしゃがみ S で固めに行く感じのところがセオリーなんですけど、はい、バックジャンプで逃げて、まあ、そこも分かってるよっつってダッシュしゃがみハイスラー、ね、ああいうの捕まえるのも結構調べてるかもしれないですね。さあ挟んでいる、この状況非常に有利ですよ。さあ2択は下段ギャラリーから出すと、ね、こっからそうですね、これはかなり時間が稼げる。さあドリルを重ね、あそのまま召喚できる。さあジャンプ KK が中段ガードですね。さあ下段で崩してもう一回ファージしている、ガードしている、カード勝てえな、硬すぎますねやっぱり。何秒ガードしてんのこれ。あさあしかしここで崩れる、さすがにたまらずバーセル、そうですね、ただまあ今ので全身壊せている、はい、とはいえさあこれは苦しいか。ドリルから対空攻撃。さあこれで、3対2ですか。3対2、そうですね。さあ小川がリードしましたね。まあその佐藤の橋の攻め、はい、まあ、切り返しをやっぱ無理やりしようとするとちょっとやっぱリスクありますからね。やっぱお攻めはかなり佐藤の方がより破裂なので、そうですね、強いですよね。まあ、そうどれだけ分身のゲージを残した状態でダウン取れるかっていうのが、そうですね、佐藤側はすごい重要ですよね。ゲージ管理がすごい彼は上手いですからね、はい。さあここは伸びるを3点潰していく。さあバックして潰し、さあジャンプ D ではなく空中ダッシュの中段高をしっかりガードしている。さあ今の前ジャンプも冬ケアでしょうかね。追いかける、さあ上が上から触る、下が、はい、
かドリルがある。さあゆっさりと小川が降りてくる。さあここでバーガードしている。さあただあの距離ちょっとダウンがノーゲージ取るの難しいですかね。佐藤はうますぎ、嘘だろ今の。素晴らしいアドリブ。さあここは有利な置き攻め、飛んでる空中投げ落として起き上がり浮遊、ロマキャンを使って無理やりターンを取っていく。さあここは決まらない、バーストする。さあ追いかけるマチャボ、さあ引き合いして、引き合いして投げ総裁、まだ決まらない。グーダは呼んでいる大きいの対空攻撃。まあ、今のそのスタイチ打たれても分身が守ってくれますからね。1回は守ってくれるんで、そこまではもう安全にっていうやり方ですね、はい、そうですね。さあここしか直下してしのぎたいマチャボー、シャガハイカウンター。さあここからかなり強い受け止め、ラスト。さあ分身ゲージがない時間を稼いで、いここはさあ切り返していく。そうですね、いい判断です。さあバックステップ、バックステップ精度が高いですね。さあ足払いリッパー、ここは確定バースト。まあ、それ使わせた形でしょうか。挟んでいる、あそこで挟む形を作れてるのが、まあ、対策の一発ではありますね。うまく壊せない。さあ引き出して立ち合い当たらない。さあ追いかけるマチャボ、さあ浮遊で対空ずらし、さあチャージかされて、さあマチャボ攻める、投げて、はい、逃がしたくない、空中投げ、しゃがえすがさてヒヤッとする。さあロマキャン、さあしのぐのか、暴れる。さあここは暴れを選択。さあ分身潰して、さあ攻めたいところ、空中投げ4対2。いや、その分身やっぱ使い方が本当にうまいですね。ちゃんと距離調整して、まあ、潰させないように裏に行かせるところ の、はい、あの相手の技空振らせて前に歩いて、あ、そうですね、前に歩かしてから影潜りやって後ろに回るっていう、あれをざっと動かしながらやってるっていうのはもう何なんでしょうね。そうですね。どんなレバー操作をしているのかっていう。手元をその画面で見ている以上に本当に忙しいですからね、はい、さあここは分身を潰していくマチャボ。さあベイパー、さあここはダムとファングかなり時間が稼げる。さあブリッツベイパー、しっかり対策はしている。はい、マッチピーで暴れる。さあ触る小川、さあ前へ変わった、バーストがしかる、これはでかいぞ。さあギャラリー無理やり引きずり下ろす、ロマキャンして上から行く、直下して最後の多分しゃがみキャン、ディッパー潰しでしょうね。そうですね、ちゃんとリスク軽減している。小川かなり動きが切れてますね。相当詰めてますね。詰めてますね。結構はい、どこ注目してほしいかというと、はい、直前ガードと、はい、この緑色の光ってるフォルトレスディフェンスの出すところなんですよ。はい、でどれだけ、はい、技を空振らせられるかみたいな。あ、そのフォルトレスディフェンスで、はい、距離離して、さあこれで5対2。イリリアの王といえば、これかなり詰めてきた対策が生きているようですね。さあこの辺で取り返さないと。そうですね、まあでも厳しいですよね。結構織り込み済みだと思ってるんですよ。なるほど、マジョボー側は、まあ、まだまだ大丈夫だと。でそれでまあ多分俺が思ってるようなことをやってくるとは思うから、はい、まあ、そこを超えれてなかったら、長期戦だったら全然勝てるとは、はい、なるほど。でそこを上回る引き出しを小川が出せるのかっていう、はい、ところは焦点かなと、はい、感じですね。ありがとうございます。さあやはりでも分身はその立ち回りで出された時にかなり対応が早いですね。
さあ空中コンボを決める、キャッキャンして通常投げ。さあここは分身を潰されてもいいように前 P が置いてある。さあラストはバックジャンプ、さあ空中ジャンプに置いて、さあ前が引っかかる。さあ一旦逃げたい。さあギャラリーキャンして相打ち、直が空中投げ、ギャラリー。さあ時間が稼げている、状況判断が素晴らしい。いや さすがに今のはやばかったでしょ。今の判断やばいですね。それ分身ゲージあのまま落としたら何も溜まっていない状態なのでどうするのかと思ったら本当に完璧な対応。さあ空中投げ落としてしゃがみ P がヒットする。素早く重ねて、さあここは飛んで逃げている。さあ裏に回っちまった。金 S が見えたんですがここは投げたのかと。さあドリルにつないでドリル重ねて割り込んでくる。ゲ、ね、ージがあるからスタンディッパー出せます。そうですね、あそこで出しておきたい。触るのさあブツブツ追いかける町田もここはいやしっかりしてる打撃尺。結構その空中投げで落とすのを見せていたので、そうですね、あそこをやっぱりその空中投げ嫌がった打撃出しちゃいましたね小川里は。さあここは分身がうまくチャージを潰している。さあダムドファングが通る。これは分身がいない。さあここは何としても逃げたい。キャン無理はしない。さあこの無理しないのがやっぱりうまいですよね。さあ捕まってしまった。さあドリルが重なる。さあ逃げれるのか。さあ逃げた。ただ体力が少ない。さあ追いかけてダムドファング落とす小川。ドリルロマキャン立派で割り込む。さあここは確定バースト落ち着いてますね。さあ削り下ろして、うおギャラリーが歓声が乗っていた。一気に寄っていく。さあこれはまさかの展開。そうですね、もうちょい序盤に魔女が稼ぐのかなっていう、そうですね、感じに思ってるんですが、さあここから追い上げはあるのか。うまく逃げてるんですけど、やっぱりその準備がまだ、そうですね、あとダメージが大きいダメージがまだ取れてないですね。マチャボの返しに対する返しをちゃんと良い今のところできてるっていう、はい、そうですね。ただ対空は結構マチャボ側もできている感じですね。そうですね。ここは消化に3位置が引っかかる。アイドルとかすごい上手いとこなんです今の、はい、あその影インバイネリーを受けて、はい、バックステップして影玉に壊すとか、はい、丸壊さないとあそこは消化されてしまいますからね。さあシャガパン使っていたんですが投げたのは小川。さあ分身ゲージがない状態で捕まる分にはそこまで問題ないんですけど、やっぱりある状態で捕まるとかなり苦しいですよね。さあ直がして一旦下がる。うわーなんだ今の。しかもダストが補正切りになっている。さあドリル伸びると重ねて、ここから2択は下段択。中段ガードさあしかしここでなんとかしないとターンが来ない。じゃあパイ重ねて3対1召喚潰して、さあこれでまたもう一回マシャモのターン暴れている。さあここはやはりとセット有利なので何をしても問題ないというところでしょうか。ダストガードしている。じゃあはい、さあスタンエッジギリギリなんとかマチャボが取っていく。あの距離だとね、そうですね、インバイトヘル、あのインバイトヘルを空中ぐらいで済めば全然はい OK で、地上的なのが最悪ですからね。そうですね。さあダウンを取る。さあ分身ゲージが溜まってきたか。いいですね。さあ分身を壊す。上から行くマチャボを、さあシャガハイがつかるとやっぱりリスクが高いですね。さあダストにつないで分身ゲージが満タン。もう一回ガードシール、ガードシール
なんだこのガードは。まあここはデッドアングル、カウンターはダウンがついてくる。さあコンボを決めて、ここは無理せず召喚。さあここはもう削りに行くのか。ガードシール、しかしゲージがぴったり削り切りましたね。その召喚のセットプレーで早めに壊されてしまうと、あ、崩されてしまうと、まあ、ダストが入って、そうです、ね、もう一回ですからね。さあここは、まあ、小川がラインを上げている。さあ空中投げ、これチャンスですね、これチャンスですよ。さあ追いかけるのかギャラリーキャン。さあ立ち合い、カウンタードリルがつながる。ウェイパーフライングになるか、これで少しでも。そうですね、はい。さあ立ち合い、大きいの立ち合い、暴れを呼んでいる。バーサガード、さあベイパーで締めて本体で触りに行く。ハイジャンプで逃げるギャラリヒット。いい、よく打った。今のリスクしかない。そうですねさあまた余裕があるのではないでしょうか。両者引き換え、引きずり下ろして、シャガハイは届かない。ジャンハイヒット、うまい。さああと一発が届くのか。マヘビータイク、冷静だな本当に、すげえな。いや、あの状況冷静でしたね。あの冷静でした、何気に下 S で消したのすげえ、なんか冷静だったなと、あの局面で。しかもちょっとでも待ってるとやっぱりその召喚されてしまう可能性があるので、うん、結構待ちたくないんですけど、本当最後よく我慢しましたね。さあこれで小川が6、マチャボーが3となりました。さあここは消させない、しゃがみ手で消せませんでしたね。さあしゃがハイをうまく使ってくる。あのしゃがみハイの圧力やばいです、ね、そうですね。さあここはバースト1点読み。さあギャラリー、さあとにかく分身を消せているマチャボ。さあしかしかなり強気で本体だけで前に来ますね。さあ、直がして、さあ、下がって、ちょっと後ろに下がると、あんまりいい距離じゃなくなるんで、はい、多分、座頭側は食らってもいいから、ちょっと前に行って、出させる技限定させてんじゃないかな、なるほど、まあ、そのラインはうまく噛み合っていると、はい、さあ、これは後ろから移動攻撃、さあ、無理やり潰して、スプリットシエル、さあ、タチ系はうまくガードしている。そうですね、このインディスの形をうまく持ってくると、はい、タイガーが、なるほど。さあそしてここ確定バースト、つっつきで下から触っていく小川が取ってる。ゲール2、さあ立ち合い、さあ一旦下がる。さあスタネッチを打って、マイピー対空、さあ的確に対空している。下がって単発確認、ヒット確認が早い。これちょっと多かった。さあディパー2段目で潰して、これ結構、あ、ちょっとダウン優先ですね。ブリッツ弾いて暗い逃げの形、直が打ち上げ、ジャンプに、この状況でそれができるのか。チャジチャジスタンエッジ、これは食らってしまった。いいパターンですね。いいですねさあこれで 1-1。 さあ開幕、マチャボーが触ったんですがダウンまでは持っていけなかった。さあ小川のターン、デッドバックハンド、あれ投げですよ、よく飛んだ。さあターンが入れ替わって、さあ13、円安3杯、ここはダメージを取られる前にバースト、ガードして伸びるカウンター、これはでかい。バトして引きずり下ろす、ディッパー割り込む、シャガハイベイパー、シャガハイベイパー、ジャンプに固めて有利から、マチャボーが攻める。これはチャンスが期待中に書いて、これでゴー、つながっていない。さあ小川が攻める、ブリッツ、
いやうまい、いやうまい、いや素晴らしいですね。あの生まれて初めてマチャボーがブリッツするところを見ました俺は。あ教えてもらった時は全然一回もブリッツ使わなかったから。あんまりやっぱ使わないですね。ねえ、あんまりああいう勝負行動好まないっていうか、使わなきゃいけない状況、はい、なるほど。多分上手かったのがやっぱりそのブリッツ取った後にその相手のブリッツを結構警戒して、まあ、ちょっと見ちゃったりするんですけど、そこ本当に最速で対空していたのでそのブリッツ返す側もちょっと反応が、なるほど、遅れたというか、まあ初見だから反応もしづらいのかなっていう、ね、しづらいですね。多分頭に良かったんじゃないかなと。さあここはダウンを取っていく。さあ現在6対4追うマチャボ、ジャンプに重ねて最地シャグアレスを潰していく。さあ空中くらいなら問題ない。まあ、とにかく地上でドリルを食らうっていうのが最悪ですからね。さあ足場だよこれ。さあマチャボーが攻めていく、投げ返す。さあ投げが通ると強い攻めに行けるだと。さあ投げて、さあ落ち着いてますね今の。さあ分身消して、さあジャンプ D、ハッチピースかしてマチャボが走り込む、スカしている。いや素晴らしい、うますぎる。バックステー潰しのマイハイスラー、徐々にちょっと流れが、そうですね、ちょっと対応、また対応し始めたかなという感じ。さあここは消化できない。結構その高めのクーダー S ハイを使ってきますね、はい、マチャボ。その後そのしゃがみ P とかつながってないんですけど、うん、でもまあインバイトヘルに合わせるのと、はい、あとは冬に捕まえに行くっていうために打ってるのかなと。ちょっとリスク持ちにいってるのかな。さあこれは決まるでしょう。さあこれで1対1。さあここでわー取れればまた3本差になるので、結構気持ち的には余裕ができるんじゃないかなと。本当にこの試合のターニングポイントになるんじゃないかなという戦ですね。もう大事な試合です、はい、流れ的には。さあジャンパイスラー、細かくダメージを取るマチャボー、立派。いやリスクそうですね、リスクあるんですよ、ありましたね。ゲージ50%はなくても打つようになってきてる。そうですね、変えてきてます。さあここはロマキャン出すと、ロマキャンするとつながる。さあとにかく触りたい。伸びるが当たる、伸びるが当たる。さあここはディッパー無理やり消して、触るマチャボ、暴れる小川。さあ前飛び、さあダウンは取れない。ここはベイパー受け身が来るのでジャンピル対応。さあ一旦下がるのか、後ろから最速で放してくる。さあこれはでかいぞ、奥出せシャガヘス。この局面でよくぞ打った、奥らせた。動いてしまいましたね。さあこれで6対5。いや一進一退ですね。そうですね、あのままちょっと逃げ切るのかなと思ったんですけど、6対5ですよ。見てるだけで疲れますね。そうですね。本当に、いやプレイヤーの気持ちが分かるからもう疲れるな、見てるだけで。これはしんどいでしょう。お互い気持ち出てますかなり。さあまずは小川がダメージを取る。追いかけてクーハイクですね。さあドリルは空中ダッシュ。さあここはかなり強気だった。シャガハイ単発確認、単発確認でベーターを打ててしまうのか。ごめん、はい、そんなにその受け身の時間長くないですからね、あんまり無理はできないと。さあジャンプ P がヒット、端に運んで、さあ怪しい連携。さあドリル一旦下がる。さあ分身を潰す。さあこれでマチャボーが取ればまたイーブになると。そうですね。さあ小川強気の
開幕前ダッシュ潰されてしまった。さあマチャも投げてチャージ、はいはい、エンス。さあ小川はしゃに入れるか、引きずり下ろして、さあ亀足、さあここは対空はできなかった。さあスタンゲッチ、さあドリルをバックジャンプ、さあ割れるのか、ギャラリー引きずり下ろして、さあ小川のターンが始まる。さあ移動後もう一回、もう一回いける、ダスト2バースト、ノマキャンマハイピー、うまくリスク軽減していた。さあベイパーに確定バースト、これはでかいぞ、動いてしまった。6対6、迷いの安心も、いや、タイのあの、まあ、肘を出す、はい、その肘打ちみたいな技が、はい、まあ、上半身無敵で、はい、そうですね、体育としては非常に、はい、まあ、硬直もそんなに、まあ、非常に優秀な対空と、はい、まあ、空振っても確定ではなかなか取りづらい、はい、さあここは円安に伸びるが当たる、すごい減っている、半分減る。さあ亀足ダストはしっかり反応して、足払いからジャンプ D、暴れる。さあこの空間がかなり結構そうですね、生きてますね、潜っている。さあしかしマチャボーが攻める亀足、さあここはしのげるのか、相打ち、おいしい形です、これはおいしいですね。さあチャージが重なる、はい、さあここからちょっと動けなかったか、足りない、いやーちょっと空中3、さあちょっとが困り始めた感じはありますね。あそこ出たからちょっと、はい、出る証拠が出てる、なるほど。さあガードして、ここはシャガハイタイク、さあ空投げして軍神は潰していく、円月シャガハイドリルガードして冬、さあこれ遠い、さあ小川のターンが始まる、足払いで崩す、ダメージを取って、さあドリル、うお、ダッシュベイパー、うますぎる、ギャラリースキャンシャガハイ、素晴らしい判断ですね。さあ追いかけて空中投げ、出さない、そうですね、逃がさないですね。ここですね、このここをしのげるかどうかで、無理やり触るドリル、エンエス伸びる、タイク ここは相打ち、さあ伸びるをうまく終始本当に伸びるに 3H、 そうですね、まあ、まあ、召喚に対してっていう、あの空中出し飛んでくるんで、空中出しってタイがやるんで、はい、さっきから何度も見てると思うんですけど、あの場面があるんで、はい、壊されてもいいからとりあえず出すみたいな出し方にはなってると思いますね。さあここはつながってない、ボマキャンでフォローを押し込む、マチャボがバレてしまった。さあこれはかなりでかいぞ、2択しのいでいる、しかし投げてシャガハイデタングル相打ち、ドリル、これはフォローができない、これで逆転ですか。逆転しましたね。何連勝してんの今。5連勝中ですかね。5連勝したのか、はい、5連勝されて5連勝なるほど仕返したっていう感じですかね。でここでやっぱあのどれだけ気持ちを踏ん張れるか、踏ん張れるかっていう。さあシャガエスドリル、さあ立ち配からドリル、ただ分身がいない、分身がいないので
うわー、よくバックス投げした。ここは結構割り切って設定して、そうですね、ペーパーで空振系してますね。さあデッタングル、カウンターは置き攻めがついてくる。クルサードのベバースト、イニス3敗。さあここはセイク繋がっていないので、マチャボがすかさず投げるブリッツ、チャージアタック。さあ徹底して切り返していく。さあこれはどうなる。バースト取らせないか、発射者が、はい、ドリルキャン前、うわー、ここは削りに行く。確かに今のは安全でしたね。しゃがみ系エース行くかなと思ったんですけど、さあ直がして、ここはダメージを取る、素晴らしいフォロー。さあ伸びる、うまく潰す。マチャボギャラリー立ち配が置いてある、読んでいた。さあヒットすると、これはもう一回ついてくるか。さあここでバースト引きずり下ろして、さあマチャボが逆サイドに運んでいく。さあ上を通っていくか、受け身、いた、下がる、伸びる、カウンター、これは痛いですね、これは痛いですね。さあつっついて、そのままコンボ今の決まらない。今のブレイクと潜り、やばかったですね。潜りはやばかったですね。あそこやっぱその出てきてすぐ分身と攻めたい場面なんですけど、それを見てちょっと長めに潜ってつっついて確認してから出てきてコンボするっていう。さあこれで7対7。これ相当人生出てますね。出てますね人生かけただけありますね。もう完全お互い獣道走ってますよ、はい、そうですランクダウンなかなかしないっていうお互いさあここは裏に回ったので、マッチャーボーが触り返す。さあまあそしてバックして、潰し、対空潰し、暗い逃げ、ダメージを取る。さあ一旦下がる。さあどちらがこのラウンドターン握るか、重要、カウンターヒット。さあ挟みたい、空中投げ、移動攻撃、デッドアングル、うわ、ここまで呼んでいる、持ち直した。さあ小川がここにいて持ち直す。今後方の主軸がこのインバイデルっていう、まあ下から入ってくるドリルのガードした後、はいはい、に なっていると、そうですね、マチャボが前に、まあ、大体今行ってペースを握ってたんですけど、はい、そこで結構中盤ボラれてて、はいはいはい、あそこが変わってきたと。そうですね、そこ演出さん、えいや、そこにもスタン、そしてここは空中ダッシュ棄権すると、まあ、今のような、そうですね、まあ、歓声がついて相手の硬直が伸びるので隠ると、はい、あれかなり有効ですね、はい、さあここでまたもや逆転8対7。これすごい試合だなこれは相当すごい試合ですね。もう染みてますよ。どうですか。いやもう本当に見てる方で良かったなっていうそうですね、見てるだけでしんどいもん本当に。それは間違いないですね。いやでもこれあのザトウの置き攻めに来るときにも我がことみたいにもう苦しい。あーなるほど今から息苦しい置き攻め、15秒ぐらい何もできないんだろうなって、はい、さあここは止まったんですが、お母が倒してくる。さあベイパーで切り返す。ここはもう置き攻めかなり割り切ってますねですね、はい、あとはもうちょっとフォルトで一人離してるので、はい、それでこう攻めづらい、確認させないようにしてる。あ、はい、さあこれはカウンター確認している。セクリットエッジ、これ落とせるのか。さあシエル、ね、さあかなりいい置き攻め。今のサブスデッタングルガードできるジャンプエースにしましたね今。そうですね、デッタングル警戒しますね、はい、
落ちて、マジャボ開幕グリードセバー、ここに来てこれはマジャボの開幕グリードセバーはそうそう見れないですよこれ、はい、何年かに1回レベル、そうそう、多分初めて見ました、大イベントですね。これかなり結構やられると相手としては怒るムーブなんですけど、それをやらねばならぬほどマジャボン追い込まれてる。マジャボンこれ勝ちたいんやですね、そうですね、これはね。さあギャラリーつっつき、ローマンキャラしている。これワンチャンつながってましたね。さっきデッドマンズハンドまだ決まらない、引きずり下ろしたい、確認している。さあこれはまだ終わらない、いや終わらない。おお、さあこれ着地に対して投げを狙ったんですけど、まあそれに対してのマクチェイススタウチと、そうですね。さあこれで8対8。いやすごい試合ですね。なかなかみんなの予想通りにいかないですね。そうですね、格闘ゲームはね。さあ走らせない、完全この2人でも肩で、まあ、だいぶ語ってますよ、はい、中で中で語ってますね、だいぶ会話してますよ。完全に2人で会話してますね。開幕もう1回いくそれはもう見たぞと、大変下が、はい、さあカウンター。さあここは小川がリードしている。さあ追いかけるマジャボ上に浮遊して空中投げをさせない、ディッパー当たれば50パー溜まったところなんで、ね、はい、正しいところです、ね、あ、しかもダウンも取りやすい、はい、と。さあ亀梨後ろ投げスプリッツ、さあ触って崩して、さあここでグレートホワイト、さあ珍しいグレートホワイトを出してくる。これちょっとびっくりしますね。さあしかしこれ分身ゲージなくなっちゃうので、これも 何年に1回見れるか、確かにすげえね、あのもん見れたな。小川が使ったの初めて見ましたねお互い全部出してた。さあキースカウンター、まい確認しているのか今の、やばいな今、うますぎる。さあマッチャーボーが一歩リード、さあ上をくぐらせない、ダメージを取る。ただこの2人の試合ほとんどその気絶しないですよね。それだけまとまったダメージが取れないということなんですけど、さあ大幅リードは小川、さあ固めていきたい、動いてしまった、ね、もう中盤以降結構そのディッパーが出さなきゃ効いてますよね。出さなきゃいけないんですよ、あそこは。もう見せないと、はい、どんどん調子に乗られるんで、インバイトでガードした後に好きにさせないようにしなきゃいけないんですよね。もちろんそのブレイクダローにも召喚にもうまく当たってますよね、はい、さあ追いかけて空中投げ、これはでかいぞ。無理やり召喚挟んでバストガード、さあまだ決まらない、伸びるが当たる、キャンして降りていく、ジャンプハイスラ、分身を犠牲にしてのマイピー。さあこれで小川が9、そしてマチャボが8となりました。デュースはないですよねないです、完全なリーチでございます。さあ小川マッチポイント、このまま小川を取れば勝利、そうですね、そしてマチャボを取れば9対9のファイナルセット、ファイナルセットです。ファイナルセット見たいっすねこれはね。さあもはや最大でも2試合しかない、開幕だ、足払いシエル無事潰して暴れる、シャガーハイカウンター、ここは最速でバースト、これは繋がっている。ただ画面足中段卓ガードを、はい飛んで、今シャドウギャラリーを警戒してしゃがみハイですね、はい、あなるほどね、早めに出す、はい、と潰せると、黄色のロマキャンで好きにさせないように、はい、そこ紫したんですが投げたのは小川、バストガード
さあただこれ暗い逃げになる。キャンして無事消したんですが、小川が追いついてくる。まあ、ハイパー気絶か、気絶している。回復、回復して受け身ビーパー、ダブドファング。さあ小川が取れば勝利。さあ追い込まれたマジボー開幕。いや、うますぎるここに来てなんかでしょ。ここでこのコマンダー、さあ召喚はさせない。さあギャラリーカウンターヒット、これはめちゃくちゃでかいぞ。ガードしている。さあコンボをする小川。さあかなりこれ冷静ですね。さあシャージ重ねて下段で崩す。キャン中段タグ決めに行く。さあこれで 1-1、 ここでようやく黄色使いましたね。そうですね、タイム社外はベイファー。さあこれは痛恨のコマミス。さあしかし落ち着いてガードしている。おおマジか。さあコマ投げのダブトマンが飛んでいる。ブリッツベイファー、さあここも折り込み済み。さあ暗い逃げ空対空、ジャンディ出してギャラリキャン出たくる。さあここから小川がブレーキだろう。ジャンプディ最地足払い金バガード。あーよかった。さあ気がして固めていく。しゃがえすさあキャン小川が行くか。まだわからない。草市草市あああ置いてやったしゃがみす。いやあそこよく本体だけで勝ちましたね。さすがにすごい。すごかったな。いや相当最後こだわってましたね。あれだけ潰されたしゃがみエースを連打してたんで。いや引き出し持ってましたね。そうですね、途中で対応されてさらに用意してたっていう感じの、はい、さあ小川対マチャボの試合10対8で小川里の勝利と。いやすごい試合だった。はい、すごい試合でした。